急いで救助できるかもしれません。どこに誰にリスクがあるかということなんですけど、その防備は日本でも今結構増えてます。北海道なんかにですね、結構集まっちゃってるんですよね。ハイマークですね、斜面があって、そこを誰が一番上まで行って戻ってこれるかとか、そういう遊びをしたりとかですね、そういうことをしてますね。で、スキーヤーですね、で、クライマー、スノーボードとか、まあ、そういった人たちが、まあ、リスクがあります。で、82とか90とか出てますよ。なんて言ってました最近。もう一回やってみてよ。一回切って、もう一回電源入れて、数字が何て出るかちょっと確認してもらえますか。LED の方向表示と、数字の画面ですね。数字が短くなるように切ってください。それと音を聞いてみてください。まあ、たくさんあるのでちょっとうるさいと思うんですけど。なるべく、まあ、この LED の真ん中に来るような感じで、まあ、ちょっと見てください。自分に対して、はい、ちょっとこういうのは、うん、常に行っていると思って、うん、憩いの村を出て我流の麓の下流茶へ着きました。雪はかろうじてあります。はい、今から茶屋を出てハイクアップします。皆さん決まってますね。今日は、雪崩対策と実地研修ということで、スキーヤーもいればボーダーもいますし、スノーシューの方もいらっしゃいます。結構もう雪は溶けちゃってジャリジャリで底が見えてしまってますね。リスクが非常に濃いです。で、できる限り店頭の人はですね、上もスキーヤーの人はまあ基準ここなんですよ。上ないんで。でもスノーボーダーの方がいたら、ちょっとそういう上も考えてあげて、みんなの風のことを考えて歩くとすごいみんな気持ちよく登れます。まあ、それもちょっとこっちの一つですね。僕もこの先ちょっと行ったことないんですけど、普通のとこ歩いてもあんまり面白くないかなと思ったので、せっかく歩くなら、まあ、今日はすごいところを登って滑るわけじゃないんですけど、いろんなことを学んでもらうために、例えば、ヒールサポートってついてますよね。皆さんまあ使ったことあると思うんですけど、それをこまめに調節してみてください。ちょっと登りが出てきたら、まあ僕の場合はこれテレマークなんですけど、ここをですね、手でこう上げれば、こういう感じで、ヒールサポートあります。あれ？ちょっと下がった。で、ストックで、まあ、戻せるのかとか、そういうのをちょっと細かく自分の道具をいろいろ使ってみてください。今、天気も今日はいいですし、今でき、できないと天気悪い時もなかなか使いこなすことが多分できないです。今ルートファインディングをやってます。狭いブッシュの間をくぐり抜けて、木と木の間をすり抜けて頂上を目指します。
収まらないですね、木が。でも、一回切ってしまうとかなりフレッシュな状況がこういう場所だと保たれます。まあ、ただ斜度がないんであんまりここは面白くないと思うんですけど、そういう、まあ、植生とかですね、地形を覚えておくと、あとまた次回来るときですね、あ、ここはああいう木が入ったから、ああいう斜面だったから、きっとすごい楽しいだろうとか、そういうのを予測して山に入ることができます。大丈夫です。ただいま休憩中です。ここがどこか分かりませんが、今から休憩終わったら滑って降りるそうです。塚崎先生、塚崎先生やばいっす、これこの人やばいっす。さあ、スキヤーがいたと思ったらスノーシュースノーシューの人もいます。尻滑りも無理だった。今日はゴーグルなくさないでください。ゴーグルをなくさないで。雪解け水の沢を横切ります。動いてますよ。なぜですか？それは何ですか？それはまだこれで待ってるのに止めようとします。あるまじき発言ですね。不適切な発言がありました。このこいつです言ったの。こいつです。しばらくお待ちください。こういう風にですね、実は柔軟です。5つのシグナルの真ん中になるような形でどんどん進みます。15、14、13、10、6.3、5.9。で、これだと10メートル以内になると点が入ります。はい、スタート。はい、じゃあスタートしました。で、この方がリーダーです。変わっちゃった。じゃあビーコンサーチでプロビングで、まあ、ちょっと離れてですね、遺留品がないかちょっと見つつ降りたらいいと思います。で、ビーコンサーチする人はどんどん走ってください。じゃあ皆さんもちょっと一緒に来てください。どんな感じか。まあちょっとかなりちっちゃいんで、本当はもっと大きいですから、あのプログもちょっとしやすいと思います。人間だけな。浅い代わりに小さかった。痛い言うたりしてな。いや、だから痛い言うてくれればまだよろしいけど。